ラオサムが直撃ハッシュタグナンバーアンダーラインアイとハッシュタグスノーマンの衝撃インタビュー内容とはハッシュタグナンバーアンダーライン愛とハッシュタグスノーマンの告白に視聴者驚愕7月4日木曜日の朝いつものようにノンストップの放送が始まった今日の放送は特別な内容が盛りだくさんで視聴者は朝からワクワクしていた特に注目を集めていたのは FNS 歌謡祭夏の特集であり、その中でも No. アンダーラインアイと SnowMan へのインタビューが予定されていたことだ。司会者の設楽治さんや大久保佳代子さん、吉村隆さんがスタジオで迎え、ファンたちはこの日を楽しみにしていた。放送開始早々、設楽さんが明るく視聴者に挨拶し、今日の目玉となる内容について簡単に紹介した。まず最初に、 「FNS 歌謡祭夏」の裏側についての特集が始まった今年の夏どのアーティストがどんなパフォーマンスを披露するのかファンの期待は高まっていた n o ーアンダーラインアイや SnowMan を含む多くのアーティストが出演するこのイベントは毎年多くの視聴者を魅了しているスタジオではこれまでの「FNS 歌謡祭夏」の名場面が映し出され司会者たちはそれぞれの思い出を語り合った 次に、いよいよナンバーアンダーライン愛とスノーマンへのインタビューが始まった。まずは、ナンバーアンダーライン愛イのインタビューがスタート。メンバーたちは緊張しながらも、楽しそうに質問に答えていた。特に、彼らの上半期の重大ニュースについての話題では、メンバーそれぞれが個人的なエピソードを披露し、視聴者の笑いを誘った。彼らの素直な言葉やリアクションは、 ファンにとって非常に親近感を感じさせるものだった。続いて、SnowMan のインタビューが始まった。彼らもまた、上半期の出来事やこれからの目標について語り、視聴者に向けてメッセージを送った。特に、彼らの新曲についての話題では、メンバーたちが熱く語り、その情熱が画面越しに伝わってきた。インタビューの後半では、視聴者からの質問に答えるコーナーが設けられた。 SNS で事前に募集された質問に対してメンバーたちは率直に答えファンとの距離が一層近づいた瞬間だった特に No. アンダーラインアイのメンバーがファンからの質問に答える際の真摯な態度には多くの視聴者が感動した彼らの応援メッセージにはこれからも頑張ってほしいという強い期待が込められていたインタビューが終わりスタジオに戻ると設楽さんや大久保さんが感想を述べた 彼らもまた、ナンバーアンダーラインアイやスノーマンのメンバーたちの成長や努力を称え、その素晴らしいパフォーマンスに期待を寄せていた。視聴者もまた、このインタビューを通じて彼らの魅力を再確認し、今後の活動を楽しみにしていることだろう。放送の最後には、ドラマ、ギークスから松岡茉絵さんが生出演し、ドラマの見どころや撮影秘話を語った。彼女の明るい笑顔とエネルギッシュなトークに、 スタジオの雰囲気も一層盛り上がった。視聴者からの応援メッセージも多数寄せられ、彼女自身もその温かい反応に感謝の意を表していた。今日のノンストップは、視聴者にとって非常に充実した内容となり、多くの人々に元気と笑顔を届けた。これからも、このような素晴らしい番組を通じて、多くの人々に楽しみを提供してほしい。視聴者の期待に応えるべく、スタッフやキャスト一同、 さらに努力を重ねていくだろう。次回の放送も、また新たな驚きと感動をもたらしてくれるに違いない。次回の放送について少し触れると、ノンストップは常に視聴者を驚かせるような特集やゲストを用意している。噂によると、次回の放送では、今話題の映画俳優や音楽業界で注目されている新生アーティストが登場する予定だという。 これまでのノンストップの放送を振り返ってみると、いつも新しい発見や感動があり、視聴者にとって日常の楽しみの一部となっていることがわかる。ある日、視聴者の一人である田中さんは、いつも見ているノンストップに救われた経験を語った。田中さんは仕事のストレスや日々の忙しさに疲れていたが、朝のこの番組を見ることで元気をもらい、また頑張ろうという気持ちになれたという。特に、 お気に入りのアーティストや俳優が出演する会は仕事に行く前の貴重なリフレッシュタイムになっているとのことだこのような視聴者の声が番組の制作スタッフにとっても大きな励みになっているのだろう一方で「ノンストップ!」の舞台裏でも毎日の放送に向けて多くの努力がなされているディレクターの佐藤さんは毎日の放送内容を緻密に計画し視聴者にとって興味深く 楽しめる内容を提供するために日夜努力している時には突発的なトラブルも発生するがスタッフ全員が一丸となって問題を解決し無事に放送を成功させるために奮闘しているのだ「ノンストップ!」の放送が終わると SNS 上では視聴者からの感想や応援メッセージが次々と投稿される「今日のインタビューすごく感動した」n o イ,イの新曲「早く聴きたい」 松岡真優さんのトーク、最高だった、など、ポジティブなコメントがあふれている。これらの声は、番組制作に携わるすべての人々にとって、何よりの報酬であり、次回の放送へのモチベーションにもつながっている。ある日、設楽さんがふとした瞬間に語った言葉がある。テレビの前の皆さんに笑顔を届けたい。それが僕たちの使命です。この言葉に象徴されるように、 「ノンストップ!」は視聴者とのつながりを大切にし毎日の放送を通じて少しでも多くの人々に笑顔と元気を届けることを目指しているのだそして迎えた次回の放送スタジオには新たなゲストが登場しまたしても視聴者を驚かせる内容が続く放送が終わると再び SNS 上には感想や応援メッセージが飛び交う次回も楽しみにしています 今日は元気をもらえました。ありがとう、など、視聴者の温かい声が溢れている。こうして、ノンストップは、毎日の放送を通じて、多くの人々に笑顔と元気を届け続けているのだ。未来に向けて、ノンストップがどのような進化を遂げるのか、視聴者は期待と興奮を胸に見守っている。新しいゲストや特集、視聴者参加型の企画など、 今後も様々な挑戦が待っていることだろう。そして、その度に視聴者は新たな驚きと感動を体験し、日々の生活に彩りを添えていくのだ。このようにして、ノンストップは視聴者と共に歩み続ける。毎日の放送が終わる度に、視聴者との絆が深まり、その絆が番組の原動力となっている。設楽さんをはじめとする司会者やスタッフ一同、これからもその絆を大切にし、 視聴者に笑顔と元気を届けるために全力を尽くすだろう。次回のノンストップの放送内容が SNS で告知されると、ファンたちはまたもや期待に胸を膨らませた。今回は、新進気鋭の映画俳優が特別ゲストとして登場するとのことで、その発表に多くの視聴者が反応し、彼の出演を心待ちにしていた。加えて、人気アイドルグループの特集も組まれており、 彼らの新曲についてのインタビューが予定されていることも伝えられた。続いて、人気アイドルグループの特集が始まった。今回の特集では、彼らの新曲にまつわる秘話や、これまでの活動の裏側が紹介された。特に、メンバーそれぞれが新曲に対する思いや、レコーディング時のエピソードを語る場面では、視聴者も彼らの熱意と努力に感動した。また、 特別にスタジオでの聖パフォーマンスも披露され、その圧倒的なパフォーマンスに視聴者は釘付けけになった。その日の放送を見終えた田中さんは、改めて、ノンストップ、が自身の日常においてどれほど大切な存在であるかを実感した。彼にとってこの番組は、ただのエンターテイメントではなく、日々の生活に潤いを与えてくれる貴重な時間となっている。次回の放送もまた、 新たな発見や感動をもたらしてくれることを期待しながら、田中さんはその日を楽しみに待つことだろう。